大英博物館で展示されている、リンドーマンリンドーマンは、古代、ケルトのブリトン人の城を化した意外である。保存状態がよく一世紀頃に生きていたとされる。リンドーマンが発見された、リンドーモスのデータンチ1984年、イングランドのマンチェスターの南1 5トルにある、リンドーモスのデータンチで、リンドーマンは発見された。リンドーマンは、 植物の体積層によって酸素が遮断されていたため、保存状態が良く、皮膚だけでなく髪の毛や指の爪まで残っていた。ただし、へそから下はデータンを切り出す機械のせいで損傷してしまっていた。サワンに狐の毛皮のバンドを装着し、喉に紐が巻き付けられていたことを除けば、裸体であった。骨と歯の分析から、 栄養状態がよく死亡した時はおそらく20代中頃だったと推定された。指の爪を電子顕微鏡で調べたらマニキュアをしていることも判明しており、少なくとも仮想階級の人間ではない。林道マンは遺体の状況から何者かに殺害されたとみられる。最初に細葉の斧で頭を2、3回殴られた。傷口が腫れていたので、その時点ではまだ生存していた。 次に首に紐を巻きつけられ、背中でその紐を棒でねじられて、首を締められた結果、首の骨が折れて、林道マンは死んだ。死後に喉を切り裂かれ、沼地の水たまりに遺体が投げ捨てられたとされる。理由は不明であるが、林道マンが自ら進んで生贄にえとなって殺害された、可能性がある。最初に細場の斧で殴られた際に、林道マンが意識を失った可能性があることから、 犯人が林道マンの苦痛を和らげる配慮をした可能性がある。さらに念入りな殺され方や林道マンの意から宿り木の花粉が数粒見つかったこと、林道、マン以外の遺体も見つかっていることから林道モースの霊探知が池に家を捧げる場所だった可能性が考えられる。ありがとうございます。